メンバーガールズ未来の鑑定士発掘バトル。こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します、はい、その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます、うん、得点の結果はランキングにも反映されますので皆さん頑張ってください。はい、はい、今月のカードはフェアリータロットカードです。すべてのカードにフェアリーが描かれているこのカードは自尊心を高めるフェアリーからのアドバイスを受け取ることができます。今週の占いのテーマは金運、そして対決は上村ちゃんとれんちゃん。よっしゃ行ってこい、さあ行ってこい、さあどれ、これで、はい、よさげ、あーなんだこれすげー怖くて。鑑定開始。素敵な男性がれんちゃんのところにやってきてれんちゃんのことを支えてくれるはずなんですね。きっとその素敵な男性がちょっとお金持ちだったりとかこう金運を舞い込んでくるようなそんな男性だと思います。そこまでほぼ、まあ、このカードに関してはですけどふごちゃんが言ったので大体合ってるんですよね。ただもう一個プラスするとしたらお祝い事っていうのがそのうち起こるよっていう、うん、とにかくあのお祝い事とかこういうパートナーと一緒に何かを祝うとかそういうカードの意味になります。のすごい上手でした。さあ何点でしょう先生。88点で88点、高得点。ケツデカ、かわいい。さあどんなカード。鑑定開始。ペット飼ってますか。飼ってないです。あ、飼ってないですか。だったら野良猫とかちょっとそういう身近にいる猫とか動物だったりそういう動物に優しくすると思わぬところに金運につながるものが発見できるということです。そこまで。調子に乗らないようにというカードなんですよ。これ気をつけないとあなた振り落とされるよっていう、そういうちょっと注意の意味でもあるんですよ。気を抜かした時に誰かに足元救われるっていう可能性もあるから気をつけた方がいいよって。だとお金のことも例えばちょっと今気分いいからすごい楽しいからっていう時にパーってちょっと使っちゃう可能性高いから、あのもう今日は現金はもういくらしか持ってこないとかちょっと少なめにやっとくぐらいでちょうどいいのかなっていう感じはします。はい、80点で。わー、上手でした。80点いただきましたよ。はい、はい、勝者は上村ちゃん。イエーイ。そう、ありがとうございます。そう